Ahora sí, acá es la final. Vamos para allá. な歓迎じゃねえか。こっちは急いでるんだ。ほっと。大量のメカを早くあいつらを止めないと。大丈夫だ。軽い軽い。さすがに高いな。落ちたら。なんだろう、この操作盤。そんなの後だ。とりあえず先に敵を倒すぞ。やっ、これってすごい。コンテナが動きましたぞ。これで先に進めそうだな。また操作盤があるな。押してみるか。
これでコンテナの上を進めるな。よっ。ほっ。よっ。ほっ。こいつはどうだ。また外か。落ちないように進まないとな。グレネード。何っていうのこれは。アクアニウムの力か。とんでもないエネルギー。正しく使えれば素晴らしいものなのに。ほっと。乗って先に進めそうだな。よっ。敵の攻撃も激しくなってきたし、あいつらに近づいてきてるんじゃないか。
じゃないか。これで一気に上まで上がれそうだな。させてもらうぜ。間違いなさそうだ。絶対に負けられない戦いだ。しっかり準備を整えよう。ダメージは通ってますぞ。
は通ってますぞ。
でたどり着くとはな。今さらビビってんのか。そう見えるか。いや、分かっているなら結構。ブレッド、やめとけ。アン、でもロゼッタとの約束が。こいつは覚悟を決めてる。止めたきゃぶっ飛ばすしかない。魔物が私を理解するか。いや、悪魔は人の心を読むのだったな。心なんか読まなくてもそれくらいわかるっての。大体お前の心は読めないし。何？そうか、私は心すらも失ったのか。もはや私に残されているのは我が祖国フォレストランドのみ。サンドランド、悪魔、脅威となる者は全て排除する。悪魔の王、なぜ貴様が人間に手を貸す。父と姉の仇討ちか、それともかつての英雄に影響されて正義に目覚めた。気持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。ごっこだと？大義もわからぬ小悪魔不正、信念もなく私の邪魔をするな。うるせえ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。王子、それでは分かってないと認めたようなものです。分かるわけないだろ。心の声が聞こえない奴は言うのもし疲れた。悪魔の王子、悪魔の王子、なぜ貴様が人間に手を貸す。タイナ、父と姉の仇討ちか、それともかつての英雄に影響されて正義に目覚めた。ムカつく。気持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。おっだと。大義もわからぬ小悪魔不正、信念もなく私の邪魔をするな。うるせえ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。それでは分かってないと認めたようなものです。分かるわけないだろ。心の声が聞こえない奴の言うことなんで。どうする。難しい。図体だから俊敏に動いてくるぞ。軌道を読んで冷静に対処すれば。私は間違ってなどいない。私は負けん。私は間違ってなどいない。
攻撃が来そうだ。もう限界だ、投降しよう。お前ごと今ここで諦めんのか。これまでの10年は何だったのだ。大切なものを見失うな。全てを失う。私のようにそのために安心を失った。 AI した王からの役だ。レーザーを撃ってみたいな。アイサ無防備ですぞ。悪魔の王子、なぜ貴様が人間に手を貸すぞ。父と姉の仇討ちか。それこそかつての英雄に影響されて正義に目覚めた。気持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。ごっこだって。大義もわからぬ悪魔不正、信念もなく私の邪魔をするな。うるせえ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。それでは分かってないと認めたような。分かるわけないだろ。心の声が聞こえないやつが言うことなの。でかい図体ながら俊敏に動いてくるぞ。軌道を読んで冷静に対処せねば。序魔検知。やはり魔物とはムニエルが言う通り危険な存在だ。あんな奴の言うことよりロゼッタの話を聞いてあげてよ。母と同じく私を裏切った者の話なのになぜ聞けよ。遠ざけたのはあんたでしょ。私は負けん。メルゼ頑張って。ワードはないぞ。かなり怖いです。王子の名。私は間違ってなどいない。ワードはないぞ。失うぞ。私のように。安心を失った。敬愛した王からの信頼も投げ打った。全てはフォレストランドのため。マスターやめられるものか。あれ飛びすぎだろ。かなり勢いが強い。急には止まれなさそうだな。あいつが飛び上がったらブーストでその場から離れるのよ。もう後はないぞ。私は負けん。私は負けん。なぜだ。国のため心を砕いてきた私が最後は呪わしい悪魔に体まで砕かれるとは。いや、全てをなくした私には似合いの最後か。まだそんなこと言ってる。私たちがここへ来られたのはどうしてだと思う？ロゼッタが飛行機の場所を教えてくれたからだよ。
軍事機密を敵に漏らすとは。ロゼッタは最後までためらってた。でもあんたを止めるためならって。わかる？全部お父さんのためだったの。しかしあれはガラムの手法に立ちはだかり敵軍を守ったのだぞ。それを裏切りと言わず、なんと。守りたかったのはお前さんの心だったんじゃないか。砕けていく父親の心をつなぎ合わせようと懸命だった。ロゼッタは？私の勝手な想像だがな、人の心など正しく理解できはしない。できるとしたら悪魔くらいだろう。きっとロゼッタは話したいことがたくさんあると思う。今さらどの面下げてという話だがな。父親面してあげなよ。王子もお父上と話したくなりましたかな。うるさいな。さっさとクソ天使をぶっ飛ばしに行くぞ。ムニエルはこの先の司令室にいる。いいのかよ教えて。裏切りってやつじゃないのか。やってみたくなったのだ私も。よもや悪魔が咎めはしまい。見ろ。か。なのに人間と来たらどうだ。醜い悪魔にたぶらかされてどんどん堕落していく。そんな人間たちを正しく導き悪魔を駆除することこそが天使の。このまだ喋ってる途中だよ。
いや、つまんないこと言って油断してるから。まったく、これだから悪魔は。サタンのやつもそうだった。人の話を聞かず問答無用で私の美しい羽をもぎ取って。ほんと忌々しい似た者親子だよ、お前たちは。知るかよ、もういいからさっさとかかってこい。俺と喧嘩したいんだろ。だったら素手で相手してやる。どっちが強いか殴り合いで決めようぜ。に生意気な。天使と悪魔の格の違いを教えてやる。神の御心に従ってお前たちを成敗してやる。成敗されるのはお前の方だ。覚悟しろよ。甘いね。はい。はっ。おとなしく封印の壺を渡して天界に帰るなら許してやる。許すだと？この私を。けどこのままでは。なんとかもっと力を。悔しいけど、ベルゼブブ、お前は強い。でも私の方がもっと強い。どうなってる。アクアニウムエネルギーがどんどんダウンしていきます。アクアニウム炉の故障か。わかりません。このままではガラムが制御不能に。
す。またせ、今度こそ決着といこうじゃないか。喧嘩だって言ってんのにアクアニウムなんか使いやがって。ベルゼ、こちらもメカを使うんだ。意地だけで勝てる相手じゃない。はっ、ほい、やっ、はっ、はっ、やっ。
天使覚悟はいいか。いる場合じゃないぞベルゼ、ガラムが上昇を始めている。どうすんだよ。管制室よ、船の制御を取り戻すの。よし、そちらは任せる。私はシーフと脱出方法を探す。速やかに体感を。私は間違っていたのだろうか。どうかしら。私はひどい間違いだったと思うけど。ダメじゃ。もうそこら中がぶっ壊れておる。上昇の速度が上がった。誰だ。全くコントロールできない。すぐにでもアクアニウムは爆発しそうだぞ。やむを得ん。みんな脱出だ。司令室の後方の部屋に脱出ポットがある。お待ちしておりました、ブレッド大将軍。で、そいつらは。この者たちも脱出ポットに乗せてやってくれ。はっ。ああ、いや、しかしポットは5人乗りですが。
6人おりますが。詰めればみんな乗れるんじゃない？しかし6人乗せると安全の保証が。ただでさえその。いいよ、俺が残る。悪魔の俺ならなんとかなる。そういうわけにはいかん。残るなら私だろう。すべて私の罪から始まったことだ。ごちゃごちゃ言ってないで乗れ。ベルゼ。なんだよその顔。悪魔のこと信じてんだろ。この世の誰よりもな。めんどくせえけどクソ天使も助けてやるか。さすがにボロボロだ。うまく歩けねえや。まだ伸びてやがる。ほら立てよ。くそ、まだうまく力が入らねえ。手を貸そうか。お前たちなんで。ここまで一緒に来て最後にバラバラというのはな。そういうこと。それはいいけど、どうやって地上に降りるんだ。ベルゼならみんなを連れて飛べるんでしょ。飛べるわけないだろ。え、悪魔でしょ、飛べないの。お前だって半分悪魔だろ。じゃあどうするの。どうするって。あ、ラッキー、いいのがあったぜ。おお、そいつは。こいつはピッチ陣にもらったウキウキタブレットだ。さあ、みんな急いで手を出せ。こいつを舐めると10秒だけふわふわ浮くことができる。ここから飛び降りてギリギリ地上に近づいたら舐めるんだ。しかしそんなにうまくいくものか。このまま宇宙まで行って爆発して死ぬよりマシだろ。じゃあ私から行くわ。ここに来て神頼みか。やむをえん。ほらシーフも。いや、わしはさっさとしろ。ひえ。先に落としちゃったらクソ天使どうするんだよ。はあ、よっこいしょっと。
レットが一つしかない。 やばい、どうする？って言っても気を失ってちゃ食えねえか。だったら俺が食ってなんとかするしかないよな。いや、運よく岩に当たって割れたようだ。じゃあ父上が俺が落っこちるのを助けて。それは私よ。姉ちゃん。姉上でしょ。あ、みんなだ。王子、ちっとも落ちてこないんで心配しましたぞ。お前たちよくあのタブレットで助かったな。あれは失敗ですよ。タイミングが難しすぎました。みんなビビって高いところで舐めてしまい、再び落ち始めたところ、不思議な力に助けてもらったんですよ。どうやらあのお二人に助けていただいたようだな。ああ、俺もだ。お母様だよね。どうしてムニエルにやられちゃったって。封印の壺は2つあったのよ。出なければ私が二級天使ごときに遅れを取るはずがないでしょ。そうだったんだ。大きくなって。お父様は？大丈夫。元気だよ。よかった。リリス、お前の子か。はい。はじめまして、おじい様。アンと申します。おじい様？ふざけるな。二度とそう呼ぶんじゃない。俺は大魔王サタンだ。はい。リリス王妃、アン王女。10年前は本当に申し訳ありませんでした。悪魔を誤解し、とんでもない暴挙に出てしまいました。あなたが謝るべきは私ではないわ。もっと多くの者たちでしょ。おっしゃる通りです。処罰は謝罪を終えたその後に、懲役でも処刑でも受け入れる覚悟です。フォレストランドなど俺が5秒で跡形もなく消してやる。え？冗談ですよ。これからは軍の増強ではなく、平和のために励んでください。ありがとうございます。平和か、気持ちの悪い言葉だ。あのサタン様、あの天使どうしましょうか。ああ、大天使に迎えに来るよう伝えておく。しっかり反省することになるだろう。へへ、ざまあみろ。おい、雨だ、雨だぞ。なんと、アクアニウムの効果だ。30年前のピッチ人たちの善意の水がやっと。ところでお前、名は何と言ったかな。お、私ですか。
ラオと申します。ラオか。今回はベルゼブブやシーフを率いてよくやってくれた。大した人間だ。魔物の里に住むことを許可してやってもいいぞ。あ、いえ、ありがたく存じますが、私はこれまで通りで。そうか、つつましいやつだな。気に入った。宝箱を一個くれてやろう。え、父上、俺もゲーム1日2時間やってもいいですか？調子に乗るんじゃない。それより空を飛ぶ練習をしたらどうだ？はい。
サンドランドに数十年ぶりの雨が降ってから時は流れ、フォレストランドではジャムの国王復帰が発表された。サンドランドとフォレストランドは正式に平和条約を締結、国交を正常化し、長い争いに終止符を打った。ブレッドとロゼッタはジャムの計らいで人と魔物の橋渡し役を任じられた。天界に送り返されたムニエルは、ひどいです神様、宝物庫掃除一千年の罰なんて。一方、ベルゼブブたちは、走るなこれ。王子、そろそろわしにも変わってくださいよ。あ、バカ、危ないだろ。相変わらずだね、あんたたち。あんじゃないか。お前、こんなとこで何してんだ。旅してるの。自由に行き来できるようになったからね。世界中を回ってメカニックとしての腕を磨くつもり。あんたたちは？おっさんに付き合ってピッチ陣にプレゼントを届けに行くとこだ。そうなんだ、楽しそうね。ところで、そのメカはどうしたの？ラオのおっさんが父上からもらったんだ。新品ですごいんだぜ。じゃなくて、大丈夫なのって。何が？なんか変な匂いがする。王子、メカが煙を吹いてます。あー、シーフのせいだぞ。なんでですか。ああ、やっぱり私がいなきゃダメなんだから。ほら止まって、修理してあげる。あっちゃ、これダメだね。スピノ町のガレージじゃなきゃ直せない。じゃあスピノ町に行こうぜ。ま、しょうがないか。旅はいいのか。うん、急ぐ旅でもないから。それにあんたたちといた方がメカニックの腕が磨かれそうだしね。よし、決まりだ。出発進行。